ウォルター・ウィレットは、アメリカの医師で、ハーバード大学公衆衛生大学院の教授を、務める。栄養疫学研究の第一人者である。健康な食事ピラミッドハーバード大学アメリカの、女性看護師の疫学研究ナーシズ、ヘルススタディ、男性医療従事者の疫学研究ヘルス、プロフェッショナルズフォロー、アップ、スタディーといった、大規模な前向きコホート研究を指揮している。 こうした研究調査のための体系手法を開発し、食事調査のすべてとしてまとめられ出版されている。日本でも国立健康栄養研究所の研究者によって翻訳された。アメリカの食生活指針は、こうした調査結果が十分に反映されていないとして、太らない、病気にならない、美味しいダイエットという著書で、 疫学的な根拠に基づいた食生活指針を提唱している。こうした食生活指針を反映したイラストをヘルシーフードピラミッドとして紹介している2007年の世界癌研究基金とアメリカ癌研究協会による7000以上の研究から分析した癌予防の報告書の作成にもパネラーとして参加し、また作成した論文も膨大に引用されている。ザナシズ。 ヘルススタディハットヘルスプロフェッショナルズフォロー、アップスタディハットワールドキャンサーリサーチファンド、アンドアメリカンインスティチュートフォーキャンサーリサーチ、フード、ニュートリション、フィジカルアクティビティアンドザプリベンションオブキャンサー、A グローバルパースペクティブ、アメールインスト、 ホーキャンサーリサーチ、Research, ISBN 978から097225225、httpwcrforgint リサーチウィーファンドコンティニュアスアップデートプロジェクトカップセカンドエクスパートレポート日本語用紙食べ物栄養運動と癌予防世界癌研究基金と米国癌研究機構ウォルター C ウィレット太らない 病気にならない、おいしいダイエット公文社、2003年5月。ISBN 978から43億3497万3964。5ページ。2004年度ホンダ賞ウォルター・シー・ウィレット医学博士へ、ホンダ財団が授与。ありがとうございます。